スル TV。 ズルズル。どうも、スズルです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、今日もすいません、ちょっと喉の調子が悪いんですけど、また築地に来ちゃいましたということで、こちらです。ドン。都営大江戸線築地市場駅から徒歩5分くらいのところにあります幸い軒さんにお邪魔してます。こちらのお店ももちろん朝からやってるんですけども、店頭でも販売しているどでかいシューマイが有名なお店ということで、中華料理屋なのでもちろんラーメンもありますということで、早速行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、幸い軒さん、注文制です。今回はラーメンと名物のシューマイをお願いしました。すげえディープスポット感あるなと思って待ってると、こちらが幸い軒さんのラーメンです。のぺい。さあ、ノスラーといったシンプルな見た目ですが、実はこの緑のは絹さや、ちょっと珍しいですね。いただきます。さあ、まずはスープ。ぺぺい。あっさりな鶏ガラかと思いきや、しょっぱうまな深みのある味。何の出汁かまでは解読できませんでしたが、好きなやつです。ではもう麺、中くらいの縮れ麺をそぞろー。パペイ。コシがありつつもちもちとした食感がナイスな心意気。スープが濃いめなので麺が少しそれを吸ってくれて、ある意味セクシーエイトです。さて、お次にチャーシューを食らってみると、柔らかい上に脂の海苔と肉自体の旨味が絶妙なマッチング。これを機に幸せについて本気出して考えてみよう。さあ、続いて絹さやを絡めてすすって、このタイミングで紹介するべきではないかもしれませんが、お店の場所自体もディープなところにあることをお伝えしておきます。ではそろそろシューマイいっときましょう。かなりジャンボなサイズですが、ガブリと食らってみると、ジューシーかつ滑らかな舌触りで、タレなんかなくてもしっかりうまい。肉汁も幸せビームも出しまくりです。そんな感じで今度はメンマを絡めて、スープのキレを味わって、ジャンボなシューマイのジャンボリー感を味わいつつも、朝の8時なのにずっと満席で愛されているんだなぁと感慨深くなったところで、ラストに残りのチャーシューも食らって、スープもしっかり堪能したら、本日も完食です。大変美味しくすれました。みんなも朝からラーメンにチャレンジしてくれたら幸い軒です。それではごちそう。はい、ごちそうさまでした。いやー、幸い軒さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。ラーメンも今まで築地で食べた中では一番好きかもしれないですね。シンプルな見た目ですが、味にすごく深みがあって、一口スープを飲んだ瞬間にうまっとなりましたね。そしてあのでかいシューマイ、皮がどこにあんのかってぐらいもう肉まみれでしたね。めっちゃジューシーで、かぶりつくという表現がもうぴったりな感じで、ボリュームもあってすごく美味しかったですね。いや、朝から満席なのもうなずけるお店でしたね。ごちそうさまでした。それではスルの公式キャッチフレーズ、幸い軒さん、朝ラーって幸せや。はい、起動します。すするの健康診断。というわけで早速体重の方も測っていきましょう。どうなんですかね、実際のところ体重。あ、なるほど。ほんのちょっとでしたけど減ってましたね。よっとぜよっとぜ。この間までよりは若干減ってましたね。やったぜ。この調子で体重も減らしていきたいと思います。また次回。めっちゃジューシーでかぶりつくっていう表現がぴったりな、めっちゃジューシーでかぶりつく表現、めっちゃジューシーで